さて、行くか。体も重いし、暑くて息苦しい。こんなところで一年も。食料も水も揃っている。これは確かに修行に打ち込めそうな環境だ。ここで修行ってどんなことするんですか？悟空はお前をまずはスーパーサイヤ人にしろと。そしてそれをさらに超える修行をつけてやってくれと言われている。それに加え、俺からはお前がまだ不足している部分を重点的に鍛えてやろうと思っている。僕に足りないもの？お前の潜在能力は父親の悟空よりも高い。だが、その力が出せても感情に振り回されては意味がない。感情をコントロールするんだ。今から焦りや怒りに振り回されないよう意識して戦ってみろ。感情をコントロール、やってみます。お前が戦いが好きではないことは知っている。だが地球が滅んでは元も子もない。気合を入れていくぞ。怒りや焦り、恐怖をコントロールしながら力を爆発させる。やってみます。激烈光弾。フリーザと戦った時を思い出しながらも落ち着くんだ。神と融合した俺にここまでダメージを与えると、その調子だ。もう怒ったんだ。俺が上手だ。くたばれ！魔境覆いだ！まだまだこれからだぞ。心を落ち着けるのって思ったより大変だ。その調子だ。今の感覚を忘れるなよ。